どうも皆さんこんにちは、滝月と申します。ポケットモンスターバイオレット続きをやっていきましょう。今日はですね、前回主ポケモン2体倒したと思うんですけど、今回は最後の主ポケモンですね、王者の湖にいるドラゴンタイプの主ポケモンを倒しに行こうと思います。極めて危険なポケモン、広大な王者の湖のどこかの島に潜んでいるらしい。その姿や生態は一切不明だが、他の生き物を誘い込み大きな口で捕食すると言われている。軽い気持ちで探してはならないという、なんかもう最後のボス感があふれる説明だけど楽しみですね。じゃあ行きましょう。でその前に今回も、ルーレットですね、回していきましょうか。はい、じゃあルーレットご用意いたしました。はい、回しましょう。よいしょと、でけ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 ー、じゃん。うわ、ゴーストタイプ、ゴーストタイプか。オッケーです。それじゃあね、ゴーストタイプを集めるか。はい、じゃあ二足歩行のねゴーストタイプを集めました。今のところね、確認できてるのは4匹ですね。こちらがソーブレイズのおなじみバネッサちゃんと、ジュペッタですね。でこのヨザルと、闇ラミですね。私の大好きな闇ラミちゃんを連れて行くことができます。この4匹とプラスでこのね相棒の春巻きを連れて行こうと思います。いけるかな、ちょっとレベルがねみんなあんまり高くないから、今回はバネッサと春巻きに頑張ってもらうことになりそうな気がするけど、それじゃあ向かいましょう。これね、空飛べるようになったから、ここから飛び降りたらどうなんだ。えい、お、いいんじゃないか、いけいけ。あ、こっちの方向めちゃめちゃスターダンいるじゃん。スターダンは後回しだな、間違えたわポンコツ。うん、あっちだったねあっちだね。それじゃああっちに向かって飛んでいきましょう。よし、いけ、こうだ。おー、いいねいいね。もうあの真ん中のところに降りれればいいのかな。なんかすごい、え、なんかすごい、あ、下がってる、え、なんかすげえ下がってる、え、落ちていく落ちていく落ちていく、え、あれあれあれ、あ、あ、なんかすげえ落とされたんだけど、なんでだ、この先には飛んでいけないのかな。泳いでいかないとダメ、じゃあ泳いでいくか。あ、これはシャリタツだ、見てこれ、かわいいの、これ、あ、かわいい。あ、ちょっと邪魔しないでもらっていいですか。ちょっとシャリタツシャリタツが逃げていっちゃう、やめろお前、シャリタツを捕まえさせろ。ちなみにルチャブルはですね、あいつ移動するとき空を飛びますあいつ二足歩行だろうと思って捕まえたんですけど、移動するときね空を飛んじゃうんですよ。え、かわいい、ちょっとシャリタツだ。なんかシャリタツってさ、いろいろ種類があるんでしょ、なんか3つぐらい。あ、かわいい、これね動画で捕まえようと思ってたんだよね。よし、捕まえようぜ。よっしゃ来たー。へえ、ドラゴンポケモンの中でも賢さはトップクラス。あ、それ喉袋なんだ。へえ、お寿司だね完全に。ちなみにシャリタツさんは歩くんですか歩きませんねやっぱそもそも足がないもんな。いやー、かわいい、何この歩き方、めちゃめちゃかわいいじゃん、なんだこれちょっと全部の色捕まえたい。いる、あ、いるいるいる、ちょっと全部の色捕まえさせて。非常に悪賢いポケモン、弱ったふりで獲物をおびき寄せ仲間のポケモンに襲わせる。え、怖っ。あ、なん、あの色によってもやっぱ説明が違いますね。じゃああともう一個赤いやつがいるよな。あ、こいつじゃない、赤いやつ、マグロかな赤身だ赤身。よし、捕まえた。死んだふりで相手を騙す、小さく力も弱いが知恵を働かせて生きている。じゃあこの子たちはやっぱ賢い系なのかな。あ、なんかちょっと悪そうな顔してるこの子。あら、シャリタツってこんな悪そうな顔してんの。あら、じゃあお寿司たちはボックスに入ってもらって、それじゃあね、脱線しましたけれど向かいましょう。え、なんかさ、飛んでる途中でやっぱ地べたに落とされるんだけど、これは一体どうして。あれ、あ電話がかかってきた、ロトロトロト、電話をかけるには地上じゃないとダメだった。よう、滝月、ペッパーくんだ。
この湖のどっかに義流の主がいるらしい。でも誰一人として姿形を見たことねえんだと。一体どんな恐ろしい見た目してんだろうな。姿がわかんねえから探しようがないぜ。そうだよね。どのポケモンが主なんだろうか。俺が主って自己紹介してくれたらわかりやすいのにな。え自己紹介してくれる主なんているんか。何それ。え、喋るポケモンがいるってこと。あ、すごい、水の上泳げるし、水の上にもアイテム落ちてるんだね。へえ。じゃあまあ真ん中の方に行けば自己紹介してくれる主ポケモンがいるってことなのかな。うわ、なんか来た。わ、ミガルーサだ。うわ、初めて野生のミガルーサに出会った。へえ。こいつはなんだっけな、水エスパーとかだったか。よし、捕まえました。水エスパーですね。高い再生能力を持つ。体の贅肉を捨てて身軽になり獲物に突撃。へえ、身軽さ。こいつ進化するのかな。まあ二足歩行じゃないんで、この子はボックスですね。お、シャリタツが泳いでる。へえ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。やめろーなんで毎回さ、シャリタツを眺めてると邪魔が入るんだよ。やめなさいよ、もう。なにこれ。え、すっげえポケモンいる。え、なにこれ。あ、なんかち、あ、違う。あの、ミニリュウさんじゃないです。ミニリュウさんじゃないです。え、なんかすごいでっけえポケモンいるんだけど。え、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。え、嘘。え、いなくなっちゃったんだけど。捕まえたい。あ、いたいたいた。おいおいおい、カモンカモン。あ、2匹いる。ちょ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 、お宅は。へいらっしゃい。へいらっしゃい。お寿司屋さんだね。なんかすごいお寿司屋さん感あるけど、シャリタツが進化するとこいつになるとかいうわけでもないかな。うわ、倒しちゃった。倒しちゃったな。え、ヘイラッシャー捕まえたいぞ。ヘイラッシャー、あれ、あ、おったおった、ヘイラッシャー。わー、なんか途中で水の中潜っちゃうんだな、このポケモン。よっしゃ、捕まえた。ヘイラッシャー、いらっしゃい。ヘイラッシャー、オオナマズポケモン。あ、水タイプか。シャリタツを親分のように慕っている。力持ちだが頭はあまり良くないらしい。あ、こっちがシャリタツの手下っていうか、シャリタツの子分なんだ。そうなんだ。お、テラス立ってるギャラドスじゃないですか。おー、なに、あ、ドラゴンかな。あ、ドラゴンだ。やだ、頭にまたドラゴンの頭生えてるじゃないの。へえ、ドラゴンタイプはああいう形なんだな。ちょっと待って、チャッキーじゃ勝てる気がしないけど。チャッキーじゃ勝てる気がしないから、ちょっと春巻き出てもらっていいかな。いや、ほんとこういう時の春巻きだよね。ギャラドスがギャラドスが捕まるシーンをギャラドスが眺めているという。一緒に喜んでくれた。ギャラドス捕まえました、ありがとうね。いや、主ポケモンがさ、ドラゴンタイプでしょ。いや、ゴーストタイプで勝てるかな、すごく不安なんだけど。ちなみにね、今の手持ちなんですけど、ドラゴンタイプに効果抜群出せるのがさ、この春巻きのフェアリーだけなんだよね。これ大丈夫かな。ん、ここかな、ここの小島かな、ここだね。よし、たどり着いた。あれ、主は？ん？寿司寿司？え、喋ってる。何？俺寿司？お前寿司なん？シャリタツだ。喋るシャリタツだ。こいつをどうしたらいいんだろう。え、この喋るシャリタツ捕まえれたりすんの？あ、捕まえれるっぽい。え、こいつ捕まえれるんだ。あ、クリティカルゲット。喋るシャリタツ捕まえちゃった。あ、なんか人がいる。
小さな体でこんなとこまでよく来たな。この人は特に関係ない人か。この人が主ポケモンだったりしない？タクシードライバーだった主ポケモンおじさんじゃなかった。小さな体に大きな強さ。あ、全然おじさん関係ないじゃん。主ポケモンとおじさん全然関係なかった。じゃあまたこの喋るシャリタツを倒せばいいのかな。俺寿司見りゃわかんねん。お前が寿司なのは見りゃわかんねん。よっしゃ喋るシャリタツは捕まえられるんだな。じゃあもう一匹ぐらい喋るシャリタツが。シースーザギンでシースーベータ俺寿司みんな寿司って名乗ってくれるけど、なんか自己紹介してくれる主がいればなーみたいなこと言ってたけどさ、みんな寿司ですってみんな寿司ってしか言ってくれないよ。頼むからその巣の部分をさ一本ねこう突き出てほしいというかぬになってほしいよね。おー寿司俺寿司あ、もしかしてさこれでさ主って言ってるタイプのポケモン探さなきゃいけないみたいな、こうやって一匹一匹さ捕まえていくのは邪道だったりします？私バカなことしてるかしら。あ、わかったかもしれん。これで自己紹介で俺主って言ってるシャリタツを探せばいいのかな。こいつシャリって言ってる。シャリじゃないね。お前はすしししぬぬ寿司惜しいですね。寿司寿司。あ、なんかちょっとでかくない？あ、こいつちょっとでかくない？ぬしぬし、お前か。お前がぬしだな。俺ぬし。お、来た。あー、嘘。え、食われた。え、待って食われた。え、衝撃的、衝撃映像でしたね今。え、ぬし食われた。義龍ってそういうこと？じゃあちょっと頑張って倒しますか。いけるかな。わあ、あんまり効いてる気がしないな。うわー、チャッキーじゃ耐えられないよな。やばい、全然勝てんかもしれん。まずいですよ。あ、いいけいけ、命頑張れ、命を燃やして頑張れ。お、いいぞ、頑張れ。ふんどの拳。あー、勝てる。だーい、命、命の命が。あー、しんどいな。じゃあシャドウクローかな。よし、先生いける。あ、効くじゃん。あー、でも勝てる。アクアテールは痛い。アクアテール痛いな。次アクアテール来たらまずいんじゃない？あ、逃げてった。セーフ。お、逃げてった。すごいゆっくりと。え、食べられたシャリタツはどうなっちゃったの？大丈夫なの？シャリタツをさ親分のように慕ってるって言うけど、好きすぎて食べちゃったみたいな、そういうことですか？いや、回復してるうちに完全に主どっか行ったな。やばい、追いかけなきゃ。どこ行った？え、これは主の、主ではない。これは主ですか？これは主ではなかった。これは野生のヘイラッシャ。あらあらお、君が主ポケモン。うわ、また来た。え、また食べちゃうの？あれ、危な。え、あ、そこにいるシャリタツは関係ない。え、あ、やっぱそのシャリタツ関係あるよね。なんか入ってっちゃった。あ、ペパーくん、どうやってここまで来たの？竹月、主発見したのか？あいつが義龍の主？でっけえ龍。てか、魚ポケモンじゃね？そうだよね。龍じゃないよね。ん？お、なんだ？あ、また食べられちゃった。あれ？え？寿司が、でっかい主に食われちまった！食物連鎖かよ。ねえ、え、どういうこと？どうして食べちゃうの？寿司だから食われてもいいみたいな、そういう気持ちで生きてるの、シャリタツは。へえ、ちょっと待って、欲張りス連れてきてるこいつ。またどうせその辺で捕まえた欲張りスなんでしょうそれ。
食物連鎖に興味津々、こいつでごちそうさんしてやるぜ。意外とナイトヘッドが効いたりして、あ、いいじゃん、ナイトヘッドは固定ダメージ入るからいいんじゃないか。お、一丁上がり。お、なんか寿司飛んできたうわー、ペッパーくんの欲張り数がまあまあいい仕事してくれてるな。これ最後の一発なんじゃない？どうだ？よっしゃー、倒した。いけるね、意外と。お疲れちゃん。沈んでった。え、食べちゃったシャリタツは？え？やったな、滝月え、食べられたシャリタツは？主も倒したことだし、お次は秘伝スパイスを。お？なんだ？ん？なんだあいつ、食われたんじゃなかったのか？あ、出てきた。俺も主。あ、お前も主だったの？うわ、あいつなんかやる気だぞ。うわー、もう一回主ポケモン戦が。ちっちゃい主ちっちゃい。どうしようかな。ナイトヘッドがいいんじゃないかな。やっぱ効果今一つとか関係ないもんね、ナイトヘッド。あー、チャッキー。なんでチャッキーかっていうと、お口がチャックなのと、あとぬいぐるみのね、あの襲ってくるホラー映画あるじゃないですか、まあ、そこからいただいてますね。さあ、命の憤怒の拳はどれぐらい効くのか。いけ。あ、まあまあ効くね。いいじゃんいいじゃん。よし、欲張りすが尻尾を振るで防御を下げてくれてるんで、憤怒の拳がもっといい感じに効くんじゃないか。さあ行ってくれ、憤怒の拳。よっ、どん。お、めっちゃ入るじゃん、いいね。よし、とどめは欲張りすが刺してくれましたね。え、めちゃめちゃいい仕事するじゃんよっしゃ、倒した。お疲れ。さすが命だ、命を削っただけのことはあります。まさか主ポケモンが2体出てくるとは思わなかったですね。ふぅ、滝月お疲れちゃんだぜ。いや、ペッパーくんもお疲れちゃん。君の欲張りすいいじゃないですか。もしかしてあいつら2匹セットで義流の主だったのかもな。なるほど。なんかもしかしたらさ、ヘイラッシャがシャリタツの言うことを聞いて戦ってたのかもしんないね。小さいのがこの中から出てきたってことは秘伝スパイスがあるはずだ。滝月行こうぜ。よし、行きましょう。でもシャリタツあんまり大きくなかったからさ、秘伝スパイス食べてもあんま意味ないってことなのかな、シャリタツはなんかかわいそう。よし、これ最後のスパイスじゃないですか。きっとあれだ。今回は何味だろうか。あ、赤いね、辛スパイスみたいな、そんな感じかな。最後の秘伝スパイス。あ、秘伝辛スパイスを見つけました。やったね。何本によると秘伝辛スパイスは代謝を上げる、循環機能に効き目があって、いっぱいの汗と一緒に体から毒素も出ていくんだってさ。え、めっちゃいいじゃん。なんかスパイスいい効果しかないな。早速調理開始だ。いや、辛いやつは好きだな。うおー、ずりゃおりゃー。お待ちどうさん、ペッパーお兄さんの元気印ファイナルスパイスサンドだペッパーお兄さん、ダチの証のバッジを握りしめながら食ってくれよな。いや、マジで俺たちもうダチだよな。やだ、ペッパーくんとこんなに仲良くなれるとはすごい顔してるやったぜ。マスティフはもう元気になれるかな。よし、今日は辛いよ、あんぎゃ。さあ今日もね、食べてくださいよ。はい、どうぞ。あげないわけがないもんね、あんぎゃす。次は何を覚えるんだろうな。
うわー辛ーいなんかこの反応毎回心配になるんだよな。え、崖登り、あ、ロッククライムできるようになるってこと？うわー、それ超助かるじゃん。それじゃあマフィティフもね、元気になるといいな。前回効果なかったからな。うん、寝てるね。マフィティフ、今食べさせてやる。またポッケから食べかけのサンドイッチを出して、はい、最高に元気が出るぞ。俺と滝月がうんと頑張ったんだ。え、泣いちゃう、あ、泣いちゃう。また昔みたいにさ、いっぱいいっぱいボール遊びしよう。え、や、泣いちゃう。あ、やばい、あ、こういうのダメだ。元気になってくれ、それだけでいいから。あぎゃー、なってくれ。どうですか、これで元気にならないとかなしだよ。マフィティフ、よく頑張ったな。え？え？嘘。待って、やばいですねこれは。ちょっとペパーくんいい男すぎんか。ちょっと待って、いや、ポケモンでこんな泣くとは思わなかったな。ロトロトロト、お、フトゥーさん、今すごく感動のシーンなんですけどハロー竹月、こちらフトゥー。あ、お父さんです。あきゃ、ミライドンが戦いの力以外全てを取り戻したようだな。ライド状態で崖に捕まれば崖登り移動も可能になったようだ。B ボタンでジャンプすると壁を登ることができますと。なるほど、滝月に任せて間違いはなかった。け、何様だよ。まあ、確かにななんか息子のポケモンをさ、なんか息子がこんなにさ、ポケモンをね、元気にしようと頑張ってるのにすごいお気楽だなって思うよな。その声はペパ、そこにいるのか。ずっと連絡を取りたかった。君以外に研究所に入れる人間がいなくてな。はあ？滝月と共に小さじの小道の灯台にある研究所に行ってくれ。君たちが目的地に着いたらまた連絡する。ペパーくんは複雑ですよね。知ってるかもだけど、あいつさ、俺の父ちゃん。うん、知ってる。一番最初に聞いた。昔っから研究で忙しくて、いつも家にいなくてさ。声聞いたのなんて数年ぶり。あ、そうなんだ。なのにあいつ、息子パシらせる気満々ちゃんかこの状態、この状況でもペパーくん節が効いてるマ
ジふざけんなだよな。でもお前とミライドンはきっと行きたいんだろ。まあそうだね、腹ん中グツグツだけど仕方ねえからついてってやる。研究所は小さじの小道の灯台、お前と初めて会ったとこだ。あーもう出会いは最悪だったけど、こんなにペパーくんと仲良くなれるとは思わなかった。本当にすごく可愛いもん、ペパーくん。俺の気が変わらねえうちにさっさと行くぞ。あー元気になってよかった、マフィティフ。よかったね。なんかマフィティフってすごくね、なんかファミリーに熱いというか仲間に優しいポケモンらしいですよ。本当にあんたなのか？何が？え？なんかまたペパーくんがなんかの気になることを残していくじゃん。え、じゃあ小さじの研究所に向かいますか。マフィティフが元気になって本当に良かった。私もね、結構生き物飼ってるからさ、こういう生き物系とかさ、本当にさ、泣いちゃう。恥ずかしいけど、もう泣いちゃうんだよな。